眠りがあってるところがちょっと得意な形状を針先に乗ってポンと抜ける感覚。ウエイトフックビースって今までねあったんですけど、それの今回ベタ版、完全仕掛け、出来合いの仕掛けも今年リニューアルになってます。アサリとエビ追加させていただきます。はい、これからはですね、2019の TT 用品の新製品の紹介をさせていただきます。この用品関係はかなりの部分で堀江さんにご協力いただいて、はいはい、なんとかできましたけれども、まずはやはりこのピンクのパッケージの、はい、ネオフックですけれども、はい、そうですね、商品担当 TT 担当の方にね、話をしてから何年越しですかね、2年3年越しもう下手したら 3シーズン目ですね、うん、まあいろいろ途中あったんでね、はい、あれちょっと遅れちゃいましたけど、でもその分煮詰めていいものができましたんで、はいはい、ラインナップ的には3号、そうですね、本当は3号は、はい、途中の段階ではなかったんですけど、はい、やっぱりそのワッペン、はい、競技今まで釣れなかったような15センチ以下のやつをちょっとコンスタントに取りたいなって時、はいはい、3号も欲しいかなっていうことで、はい、バリエーションに加えてもらって、はいはい、まあ、今までのハゲバリと、まあ、形状はねパッと見は変わらないと思うんですけど、うん、今までのハゲの弱点みたいなものが、はい、かなり薄れたというかなくなったというか、はいはいはい、ちょっと得意な形状、眠りがあって懐があって、はいはいはい、でまあ形状から言えば刺さる方向には例えば合わせた時に刺さる方向ではない針、じゃあなんでこういう針ができたのかっていうのを、うん、はいはい、まあ、考えて、ただそのこだわりを聞きたいです。まあ感覚で言うと、うん、針先に乗って、はい、スコンと抜ける感覚、抵抗なくスッと入る、うん、そう、はい、でそのスッと入らないとどうしてもハゲ針っていうのは針先が地元の方に向いてベクトルが向いてるんで、それでなんだけど針先から懐までが外側に向いてるんでね、開いてます、ね、うん、形状がしっかりしてないと刺さる方向には向かない、うん、スピードのようにサクッと入っちゃうような針ではないんでね、はい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 、じゃあどうしたらいいか、その眠りから懐までの極力直線の部分をなくす、はいはい、っていうことを考えて、はい、折れ曲がりがない、そうですね、そうすれば入るんじゃない、懐まで入ってしまえばこんな形状してても、まあそうですね、まあ、多少大型がかかっても開くことはあっても折れたりとかしないんではないかと、はいはい、まあ、想像の世界だったんですけどね、実際作ってもらえて、うん、でこのサクサスっていう、はい、その技術もねよく働いてくれて、はいはい、ストンと吹くところまで入ってしまう、うん、尺を3兆個連続でしかも折れず、はいはいはい、あこれはかなりいい針、はい、間違いないぞってことで、うん、もう完全にスタートしてもらって、はい、使っててもやっぱり台場のライナー、ハゲバリのラインナップの中では一番強い、うん、まあ、大きい尺ハギなんかをターゲットにしても全然丈夫、もうそれはね、かなりいただいたんで自信があります、ね、まあ絶対バレない、絶対折れないってわけではないんですけど、この針を使ってからかなり大きい方のハカハギをね、うん、取れるようになったし、まあでかいのを取った時はどうしてもタモを入れる、まあ、最近はね、うん、そんな感じになっちゃったんですけど、僕、ね、はい、なんかだから自分でテスト行った時はあえてタモを使わないで、はい、まあ、使ったとしても下で、はい、当てがう程度でわざと置く、うん、でその時に針が伸びるのか折れちゃうのか、はいはいはい、まあよかったことにこう折れる針は一本もなかった、なかったね、うん、やっぱ伸びるちょっと懐が開いてしまうっていう針はあったんですけど、それでもそこからバレるっていう状況にはなかったんで、うん、唇とかにかからない限りはまあバレない、やっぱり両肩が多い、特に、
まあ、ワッペンよりは両肩が多いエリアなんかではもう絶対的な安心感が僕はありますね、このネオフックに。いやもう宮沢さんにそう言っていただければね、もう大変嬉しいです。ですごいやっぱり3号みたいな小さいところを、うんうん、まあ、あえてハリスもね細めの2号なんかで、ね、はいはい、吸い込み意識したところに巻いてるなんかも、うんうんうん、やっぱりさすが堀江さん、びっちりピンピンで当たりも出るし吸い込み系もカバーしてる。まあこれ糸付き特用、これ ね、うん、50本入りのこれ使ってもらえばバッチリ、うん、一番適材適所にハリスの号数もうまく使われてるなと。そうですね、あとまあね、はい、なんか難しくなるような針ではないんで、ぜひともビギナーさんにも、はいはいはい、うん、使ってもらいたい、うん、今日選ばるオールラウンドで使える、うん、ぜひ、はい、使ってみてください。あと、フックビーズ樹脂の方も堀江さんにかなり、はい、こだわって企画してもらったんですけど、はいはい、今回ウエイトフックビーズって今までねこの金属製のウエイトのあるフックビーズあったんですけど、それの今回デカ版が追加になってます、うんうん、まあ、鉛製に今回なってますし、基本的なコンセプトデカ穴で平べったくて持ちやすい、うん、そして非常にウエイトがあるから、まあ、自分こんな感じで3パターン、代表的なパターンとしては3パターンかなみたいなところで、全部重たい、結構這わせたり普通のイタルマセ系に非常に使いやすいモデルで、逆に樹脂製を下に入れて上だけウエイトにするタイプ。まあ、今回まあ、この手のって結構自作される方が多いし、こんなバリエーションねやっぱりこだわって作るので、出来合い仕掛けよりももうバラをメインに販売させていただいてます、うんうん、でカラーも3色あって、うん、まあ、僕なんかも仕掛けのバリエーションによってこうビーズの色を変えてみたり、まあ、そんなこともできるので3色あって非常に便利だと思います。で僕個人的にはおすすめは10、10、15、20みたいな感じで、で両方スナップサルカにしてます。で基本10センチでこのノーマルで使うんですけど、例えばトラギスが多いとかっていう時は逆付け、逆付けすることで、まあ MV みたいな技もありますけれども、そう逆付けすることで、まあ、底上げ高橋の仕様にも仕掛け変えずにひっくり返すだけで高橋の仕様ができちゃうみたいなところで、なんか皆さんね杭が渋いと下に詰めるみたいなイメージがあるけど、自分は逆でここの遊びがある分ここが長い方が有利だったり、当然トラギスが多い時に回避するためみたいなのもありますけど、それを長さを上の長さと下糸の長さと上の長さを調整し合うことでリバーシブルに使えるような、こんな技なんかも皆さん使っていただければなと思ってます。あと寄せ玉、うんうん、これもね皆さん大好評で、去年よもうたくさん言われたんですね、なんでカワハギ釣りなのにアサリとかエビないのすいませんお待たせしましたアサリとエビ追加させていただきます、うん、このアサリエビは反応いいです、うん、収容効果は結構 あるんですよね、はい、ぜひぜひ使ってみてください。そしてそして、完全仕掛け出来合いの仕掛けも今年リニューアルになってます。ノーマルの貝針なしの3本針でビーズ式ですね、うん、このまま使っていただいてもよいし、こういう糸付き特用のバリエーションを買っていただいてもいいし、うんうん、まあ単価も抑えられてますので非常にお買い得、エコノミーに使っていただけるタイプと、もう一つですね、こちらはもうフックビーズのデカがついて、ワンデーパックって仕掛けが2セットプラス貝針が10本、要するにこれで1日使えるよと、ワンデー使えるよという、もうこれでワンパックになってるもので、フックビーズデカで通しやすいし持ちやすい、でさらにさらにサクサス、うん、それ、ね、気になってたんですけどね、はいはい、うん、サクサスサル感もついてて、うん、まあ正直これもうあれですよね、みんな作る
名人さんがほぼ使ってるのと同じスペック、結構よれる、例えば仕掛けの回収なんかでよれますからね、それついてるとよれがかなり抑えられる、うん、今台湾にあるフルスペックの出来合い仕掛けということで、針のパターンもスピードパワースピードもろもろありますので、お好みの状況によって合わせていただける。なので、まあ、かなりの上級者の方からもう入門者の方、まずカワハギ釣り行くならこのワンデパックをご購入いただいて、もうね、寝掛かりしてもいいように仕掛け2セット、しかも貝針10分ついてますから、ぜひぜひまずはワンペでワンデパック、これも使ってみたいなーなんて思ったらこれはセットですね。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画もおすすめです。チャンネル登録もお願いします。